こんにちは。都屋書房がお送りする蒲手の道百科。今日はここにあります、なんかよくわからない道具を紹介したいと思います。先日隣の家を整理した時にこれが出てきました。何に使うのかよくわからなかったんですが、たまたま近所のおじさんが通りかかってその用途を教えてくれましたので、それを含めて紹介してみたいと思います。これぐらいのこのサイズで、周りにこう穴がボコボコ開いてるんですね。開いてて、しかもこの底に何やらわけのわからない、そこにも穴が開いてますね。で、こう何か格子状に切ってあると。これ分かんなかったですね。裏面は格子にはなってないですけど、こう長細い板になってますね。横は、これはもうボロボロになってしまいました。これ何か分からなかったというわけです。で、ここに何やら書いてありました。昭和53年4月10日収蔵、釧路健康入学日。この家の跡取り息子が収蔵という名前ですので、彼が昭和53年に釧路の健康に入学した日だと。この日ですね。これわからないよね。なんて字だろう。で、ここにも3000円、多分この値段ですね。なんだろうね。西。わからないね。サイズは、幅が 18.5 センチ、高さが 16.5 センチ、奥行きがちょっと壊れて分からないんですが、まあ45センチかなって感じですね。重さは 2.24kg でした。で、近所のおじさんが言うには、これ豆腐を作る道具だそうです。おそらく豆腐の素をこの中に入れて、このサイズにこう切ったんでしょうね、多分ね、こうね。で、こう 水抜けのあるんですよね。豆腐の塊をこれに入れて、ここから水が抜けていくと。抜けていった後、固まったらこう切るというもんなんですよね、おそらく。これは食いかな、食いで止めてあるのかな。そういった代物でした。もう形をとどめてないし、使うことはないでしょうけど、まあ見たことない道具だったんで紹介してみました。都屋書房がお送りした蒲手の道百科。古民家から出てきた道具シリーズではないんですが、今日は豆腐作りの、なんていうのですかね、これね、豆腐作りに関係する道具を紹介してみました。それではまたお会いしましょう。